アルボラジルナは、チェコスロバキア出身の女性、チェコ、オーストリアの元フィギュアスケート選手。パートナーは、ドミトロ・マツユーク、ユーリー・クラキンなど、オーストリア選手権、優勝7回。2014年、パベル・ロマン・メモリアル優勝。1989年、チェコのクロムニエジー州生まれ、4歳からスケートを始める。ブルノのクラブを拠点に2003年に、マルティン・シュブルトと組んで、 ジュニアグランプリシリーズに参戦した。2005年には、ウィーンのクラブに所属、同じクラブのドミトロ・マズユークとカップルを結成し、所属をオーストリアに移した。それ以後オーストリア選手権で優勝を重ねた。2007年には、グランプリシリーズにも出場、競技会出場を少なくした2008から2009、シーズンも欧州選手権で過去最高順位を更新したが、 進学のためにバンクーバーオリンピック予選となった世界選手権には出場せず競技員退対し、翌シーズンはアイスショーでスケートキャリアを続けた。2010年、アイスショーでカップルを組んだユーリー・クラキンと共に競技に復帰、競技生活中にオーストリア国籍を得ている。2016から2017シーズンも現役を続ける予定だったが、腰の怪我が悪化したことにより、 2016年8月3日に引退を発表したジルナマズユーク公式サイトではブルノとなっているが国際スケート連盟によるバイオグラフィーに従ったオーストリアフィギュアスケート協会による記事ありがとうございます